山崎良樹4月8日から2014年3月10日は、広島県広島市出身の実業家、松田五代目社長、元広島商工会議所会頭元サッカー選手、東洋工業集中部創設者、初代監督、原爆被害分布図、東洋工業は最も東の川である、遠光川下流にある、聖火である、 現在の南区大河はそこから真西にあたり外から二つ目の縁付近。広島県秋郡、二保島村大河生まれ、生家は広島の旧家、父も技術者。広島高等支配学校付属小学校5年生からサッカーをはじめ、広島県立第一中学校でもサッカー部に所属する。二浪した後、広島高等工業学校機械工学科に入学。 1938年、東洋工業へ入社、以降生産技術畑を歩む。入社1年後、自ら温度をとって、東洋工業集球部を同行会形式で創設、監督兼選手として活躍した。当時は、呉海軍交渉が強く県大会では、いつもやられていたが、サッカーのためには、日曜、祝日も返上した。サッカーに明け暮れたエピソードとして、山崎の子供が、 小学生時の作文に、父はサッカーばかりして、一度も遊んでくれたことはありませんと書かれてしまったものがある。山崎が現役だった時代に獲得したタイトルの一つに、1941年第8回中国実業団集休大会で優勝したものがある。1943年、太平洋戦争の戦況が厳しくなったこともあり、集休部は休部となる。 1945年8月6日、工作機構事事務所内で原爆に遭遇。名古屋正木が被爆者であるとする資料は不明。1947年周休部再開。その後は、ゼニムラケンジ、小畑ミノル有力選手が入団。自身も監督兼任として、現役で活躍した。1949年には、実業団チームとして、初の日本選手権に出場。 中休部が力をつけ実業団のトップクラスとなり、会社の看板にもなったことで1951年、現役を去り部長兼総監督となり、監督は小畑が引き継いだ。試合の遠征先ではベンチに入り、マネージャーとして活躍した。1963年、小畑が監督を退任し総監督になると、山崎は部長に就任する。1965年から始まった。 日本サッカーリーグでは東洋工業集休部部長として登録されている。一方で社業においては、1960年4月東洋工業が本格的に四輪乗用車部門に進出することになった際に、1965年当時、松田ネジ社長からその人頭指揮を任され、取締役自動車製造部長に就任した。1973年常務取締役。 1975年、専務取締役に就任。生産技術畑を歩んできた経験から、技術の開発、生産の合理化や、コストダウンに努め松田の生産性向上に貢献する。専務時代には全部門で新生産方式を推し進め、これが、後の松田豊富工場創業へつながることになる。この間に、東洋工業自体は、1973年、 オイルショックが発生すると、当時、松田公平社長は、強気な経営を続けたことから1975年に、東洋工業は173億円の赤字を出してしまう。そこで、メインバンクの住友銀行を主導で、経営再建することとなり、小松優五郎ら通産省の介入もあって、住銀から役員受け入れ及び、 東洋工業創業者一族の松田家が経営から離れることになり、住金銀から村井務を迎え入れた。村井主導で経営再建が進む中、1976年後理科に向け東洋工業本社にコントロール部を新設され、山崎はその部長に就任している。松田再建も参照山崎社長時代の最大ヒット商品で社会現象まで起こした。 赤いファミリア1977年12月、松田家以外の初の社長として山崎が社長に就任した。なおこの昇格は、松田家栄再建の中心人物であった村井の推薦によるものである。1978年3月サバンナ RX-7 を発売するとヒットする。1979年、一時決裂していたフォードとの資本提携交渉を再開し、 同年11月に資本提携する。1980年赤いファミリアが大ヒットし、経営危機から脱却した。1981年松田豊富工場稼働開始、同年フォードとの販売チャンネルオートラマ設立。同年アメリカでの現地法人北米松田を設立する一方で、日米貿易摩擦が問題となり、規制が入るようになる。1八十四年五月。 東洋工業から松田へ、社名変更、同年に社長を退任した。山崎が社長を務めた7年間は、社名変更やフォードとの提携、ファミリアが第一回日本カーオブザイヤー受賞と、松田にとっての転換期となった。1984年から1年間初代、松田財団理事長を務めた。1985年から3年間、広島商工会議所会頭を務めた。 1998年から松田名誉会長及び名誉相談役。その他、日本自動車工業会理事、広島県商工会議所連合会等、広島県経済同友会理事、広島県サッカー協会会長、旧広島証券取引所理事長、広島日白協会会長など、多くの要職を務めた。1990年代の東洋工業集休部の、 更新であるサンフレッチェ広島プロカにも尽力している。2014年3月10日、老衰のため自宅で死去。99歳没。ありがとうございます。